お疲れ様でございます。先日の山口旅行の次の日の広島旅行を今日はお届けいたします。朝ごはんのゼリーはもうクリスマス商戦は始まってるぞというカラーリングでございました。マルマジアミ、もみじまんじゅうなんですけど、なんとスライム味がありました。ご安心ください、ちゃんとチョコレート味を食べました。広島ということでしっかり牡蠣も攻めていきました。食べたのは焼き牡蠣とあと牡蠣フライ、楽しすぎて存在を忘れてたんですけど、宮島といえば厳島神社ということで3人で歩いて行ってきました。工事中って聞いてたんですけども、結構見えて、であのすごく水が引いてたのでみんな歩いてました。うんうん、絶対壊せない。その人の性格を表したお墓らしいんですけど、あげーで、こんな色らげー、はい、ありがとう。願い玉、願いを込めてお投げくださいということで、3人で1個ずつ願いを込めたボールをこの階段からこっちの鉢に向かって投げるイベント発生でございます。この薬と書いてあるボールを投げます。シャグージャンケンポイ、エコでしょい。最初はグーじゃんけんぽい、アイコでしょい。2番手、初頭、感覚教えて。ダーツしてる。役がのしかかってるよ。いや、あんな曲流されたら近くで行きます、うん、シュッ。仕事の時間がちょっと長いです。リアル。あまりこう言ってなかったんですけど、紅葉もめちゃくちゃ綺麗でした。で、11月のにも半袖になりたいぐらいの陽気でした。信じない方がいいよ。お部屋は元プールとは思えないぐらい可愛くて、で2段ベッドこんな感じでついている3人で泊まれるお部屋でした。そしてすぐ外出しまして、と7時ぐらいかな、お好み焼き屋さんの予約をしたので、その時間まで、余裕があったのではしご酒をしていこうということで、いろんなお店を回ってきました。こちらの2軒目はお姉さんがすごい綺麗だった牡蠣専門店です。私は日本酒レモンサワーを飲みました、濁り。3軒目はこちらも日本酒がいろいろ選べる小料理屋さんに行ってきました。ここではみんなでおでんをシェアして食べました。人参、きゅうり、ぶり、こちらは私が死ぬほど大好きなヤングコーンですね。あと味噌をちょびちょびつまみながら飲むのもいとおかし。そして本日のメインディッシュ、お好み焼きでございます。この焼きそばが入ってるやつはめっちゃ至高ですね。よいしょよいしょ、いただきますよ。いただきますからね。いいですか、食べて。今年は全員30歳なので誕生日ケーキを食べました。そして翌朝は友達の一人が
朝ごはんを買ってきてくれました。そしてホテルね、こんな感じでした。この日は大久野島といううさちゃんがいる島にちょっと私の念願で行ってまいりました。本当にね、晴れ女なのでお天気が無限に良かったですね。でうさちゃんの島はもともと毒ガスが作られている島だったというところで、その後ね、人間が住めないからこうやってうさちゃんが野生で繁殖をしております。ディズニーアニメのバンビに出てくるトンスケっていうウサギのキャラクターがめちゃめちゃ好きだった時期があるので、この野生のウサギっていうのをマジで見てみたくて、すごいこれは念願叶ったりだったんですけど、この餌をねあげることができるんですが、私結構ビビリなので私は直接餌をあげることはできず、この人がねあげた餌をむしゃむしゃ食べているのを見て、あー可愛いなって思ったり、こうやって遠くにいるウサちゃんをね見つけて一人でモフモフ喜んでおりました。野生とはいえ、なんかすごい綺麗な子が多くて、あんまりこう毛並みが荒れてたりとか泥だらけのウサちゃんはいなかったです。で、こんな感じでね、めっちゃ可愛いウサちゃんもぐもぐ食べて、で、ウサちゃんってほんと鳴き声がないので唐突にこうぴょこんって現れて怖かったり、こうで見つけたと思っても実際どのぐらいの距離感かっていうと、めちゃめちゃ遠くにウサちゃんいるんですよ。ほらほら、こんなところのウサちゃんを見つけたりして、この子はね、泥だらけちゃんとかこの黒い子とかみんな戯れてて、こんなね奥にいるウサちゃんも発見すると結構嬉しかったりしました。こういう風に宿泊施設もあるような島でした。コロナ中にこの3人で旅行ができなかったので、またこうやって落ち着いてきたらどんどん行けるようになるんだろうなというところで、これからも旅行楽しみに生きていきます。じゃん、自分用のお土産にはピオーネもみじまんじゅうを買いました。あのね、潰れてます。そして今週末会う人たちにはじゃじゃん、この柿オリーブオイル漬けも買いました。これね、好き嫌い分かれるかと思うんですけど、まあ、無理やり食べさせるか私が食べたいと思います。そんなところで今回の動画終了としたいと思います。残り今年も1ヶ月とちょっと、次回の動画が投稿されるまで皆さん生き抜いていきましょうね。それではまた次回、バイバイ。